どうも皆さんこんにちは、皆さんロジクールのマウス使われている方たくさんいらっしゃるかと思いますが、マウスソールが劣化した時に、そもそもマウスソールを交換するっていう選択肢自体が想定にない人もいらっしゃると思うんですけど、交換することによって元の滑りに、完全に戻るかどうかは分かりませんが、ある程度戻すことが可能です。 Amazon で、ロジクールマウスソールと検索してもですね、出てこないです。で、探しますと一応こういう商品があります。で、そんな安くないんですよね。ロジクールでこう選べるわけです。私の場合 G600 なんで、 G600 見ると、これくらいの値段ですね。ですが、アリエクスプレスを覗いてみると、ロジテックマウススケーツっていうふうに検索してますね。スケーツって言うんですかね。ソールで検索してもあまり出てこないですね。スケートあるいはテフロン等で検索すると出てくるんじゃないかなと思います。で、こういう値段で送料込みでもほとんどいくらですかね、300円とか400円、500円は基本的には超えない値段で販売されてます。で、買ってみました。私が買ったものは218円のものですね。ちなみに動きが渋いなって思ってたら、保護しフィルム剥がしてませんでした。全然違う。全然違う。